さあ、このお店は名前は何でしょう。名物トロタンでお分かりの方いるかと思いますが、煙木岐阜市の赤鍋店です。5時営業なんですけど、5時半から満席、6時には4組待ちと大人気です。金曜日の夜だから、まあこんなもんかな。でも今コロナ禍でお待ちができるお店なんて相当期待大。名物トロタンは商標登録を取っていて、他のお肉もお安いお値段で美味しく食べれると好評なお店でございます。名古屋では大人気店、右肩上がりのお店です。目指すは日本一。日本一じゃなくて世界一を取ってくれ。クッパも480円、安いね。ハッピーアワー80円。まあでも、飲酒運転はしちゃダメだね。こちらの右上のホルモン堪能煙コースを注文しました。3000円で飲み放題。最高！コスパ最高、最強ですね。もちろん GoTo イーツ加盟店で5万円分買ったので、今日はそこから使わせていただきました。さあ何が出るのかな。商標登録日本一の煙木トロタン、こちらは冷凍保存はしないタンだと思います。旨味がありちょっと臭みがあったのが残念でしたけど、うまい。5がマックスなら4のお店かなというふうに思ってます。結構美味しかったです。お値段も安くて、もやしナムルは薄味ながら下味がしっかりついてる。ぜひ注文していただきたい。前菜にはもってこいの一品です。キムチも旨味辛味があり、こちらも上位ランクに入るキムチかなと思います。30店舗ぐらいのキムチ食べたんですが、トップ3に入るかな。サラダはまあ普通でしたね。栄養を取るならいいんですけど、お金払ってまで注文するサラダじゃないかなと思います。こちらカルビ最高でしたね。いい肉は使ってないと思うんですけど、旨味があり甘みがありジューシー、ザカルビーというカルビーでしたね。ぜひ注文していただきたい。こちらがロース、オーランとタレにつけて食べるんですけど、こちらはまずかったね。あまり注文しない方がいいかなと思います。こちらがトンちゃん、こちらのトンちゃんも5段階で5がマックスするなら2かな。まあ、これも注文する必要ないかなという感じですね。こちらがカレータン、こちらはうまかったですね。5をつけたいなと思います。ぜひ注文していただきたい一品。ちょっと辛いですけど、うまみバッチグー。こちらが和風冷麺、こちらもかなり美味しかったですね。生姜と梅肉アクセントであっさり、焼肉の締めにはもってこいの冷麺。こちらもぜひ注文して共感していただきたいなと思います。こちらが冷麺の説明となってます。バイチャー。